やあ、みんな、また会えたね。俺はウィル。覚えてくれた？エマよ、今日もよろしくね。やあ、皆さん、今日もミンプロへ来てくれてありがとう。今日はコンピューターの言葉についてお話しします。皆さんはロボット映画を見たことがありますか？あるよ。ロボットを操縦するのってかっこいい。かわいいロボットがいいわ。そのロボットはどんな言葉を話していましたか？人間の言葉を喋っていたわよ。いやいや、ピコピコって電子音のやつもいるよ。人間にはそんなピコピコはわからないわよ。そう、人間はロボット、すなわちコンピューターの言葉はわかりません。人間がコンピューターに話しかけるときは、プログラミング言語という言葉を使います。例えば、スクラッチ言語は、ブロックを組み合わせて話をします。でも、プログラミング言語も、コンピューターの本当の言葉ではないんです。じゃあ、スクラッチでプログラムしたのは、どうして動くの？スクラッチがブロックをコンピューターの言葉に変えているからです。コンピューターの言葉は機械語と言います。そうか。コンピューターは機械国の人だから機械語を喋るんだ。ちょっと待って。今の話を整理すると、人間がスクラッチでプログラミングするわよね。スクラッチが機械語にするでしょ。それをコンピューターが読んで何か計算して。答えは機械語だから、スクラッチが人間の言葉に直して、やっと人間はコンピューターからの返事を聞けました。っていうことで、いいかしら。その通り、よくわかりましたね。プログラミング言語は通訳さんなのです。私たちは外国語を勉強すると話せるようになります。でも、人間が機械語を話すのは無理です。なぜなら、0と1しかない言葉ですから。前に、コンピューターは0と1しかない計算機、と言いましたね。0と1だけで、計算できるはずないじゃん。2から9は、どうするの？では、これから、コンピューターの言葉、機械語を説明しましょう。コンピューターは、電気で動く機械です。電気は、ついているか消えているか、どちらかです。皆さんも、スイッチで電気つけますよね。そうだけど、コンピューターは、ライトじゃないわよ。ライトではありませんが、電気で動くスイッチが、たくさん入っています。このスイッチは、半導体という材料で作られていて、とても小さくて、1円玉サイズの中に、100万個以上も、入ります。なんだって？信じられない。本当の話です。コンピューターは、たくさんのスイッチを動かして話します。スイッチには、オンとオフがあります。それを、数字の0と1で表します。この0と1しかない数字の世界を、二進数と言います。機械語は、二進数で表す数字の言葉です。それに比べて、私たちが使う0から9までの数字は、十進数と言います。十進数は、0から始まって、9の次は、桁が上がって、10になりますね。二進数は、0から始まって、1の次は、すぐに桁が上がって、10となります。もう、10になるの？10ではなくて、10と読みます。10は、十進数の2を表すので10とは言いません。2が10なら、3は？いい質問ですね。3は、11です。4は、100。なんか、クイズみたいね。こんなすぐに桁上がりしちゃったら、1万って、どうなるの？
11000110001000100です。14桁ありますが、コンピューターはすごく早く動くから大丈夫です。人間には大変ね。桁を表す言葉はないの？10とか100とか。1000倍ごとに、キロ、メガ、ギガなどの言葉があります。また、人間がわかりやすいように、2進数を4桁ずつまとめた16進数があります。16進数は、9の次は A、B、C と続き、F になったら桁が上がります。なるほどね。1万は、16進数なら、2710です。4桁になった。読み方は、相変わらずだけどね。ちなみに、10万は、186A0 です。なんか、コンピューターっぽい数字だ。機械語の言葉は、こんな風に数字が並んでいます。この中に、2たす3を計算しなさい、というようなことが書いてあります。コンピューターは、言葉と計算する数字を、どう見分けるの？言葉と計算する数字は、同じ2進数です。違いは、メモリというコンピューターの記憶装置の中の場所です。メモリはノートのようなものです。メモリの1ページ目は言葉、2ページ目は数字と書き方が決めてあります。言葉をコード、数字をデータとも言います。コンピューターは1ページ目の数字をコードとして読み、2ページ目の数字をデータとして計算します。例えば01000000という数字は1ページ目にあれば1を加えるという意味のコードです。同じ数字でも2ページ目ならば64になります。コンピューターの中は0と1ばかりの簡単で不思議な世界です。私たちは機械語や二進数のことは知らなくても困りませんが、コンピューターという相手をよく知ることは大切です。知らない奴とは仲良くなれないもんな。二進数の計算は別の機会にお話ししましょう。プログラミング言語はスクラッチの他にどんなのがあるの？そうですね。スクラッチ以外にも言葉はたくさんあります。日本語の他に英語や中国語があるみたいに？はい。プログラミング言語はどんなことがしたいかで選びます。初めてプログラミングするなら、スクラッチがおすすめ。言葉がブロックになっていて、わかりやすいですからね。機械のプログラムには、機械の動作を細かく書ける C 言語がよく使われます。ネットショップのようなウェブプログラムには、Java という言語。AI、つまり人工知能のプログラムには、Python が人気です。誰に人気なの？プログラムを書く人、プログラマーです。例えば、こういうプログラムを書いています。英語と記号ばっかりね。こんなの、読めないよ。これは、ちゃんと勉強しないと使えない言葉です。しかし、細かいことまでコンピューターに話すことができます。プログラマーは、この言葉を勉強して、コンピューターに難しい話ができるようになった人ですね。プログラミング言語はたくさん覚えなくちゃいけないの？そんなことはありません。目的に合った言葉を覚えればいいんです。よかった。ちょっと心配しちゃった。ゲームはスクラッチでも作れるよね。簡単なゲームなら作れます。ゲーム機のようなすごいゲームを作るなら他の言葉を覚える必要があります。ウィルならきちんと勉強すればできるようになりますよ。そうかな。うん、そうかも。いや、そうだね。絶対できるよ。頑張ってね。ミンプロ。今日は二進数の話にちなんで、ステータス変数を使ったプログラミングを見てみましょう。何それ？発車ボタンが押された時、電車のステータスを見て安全なら出発するプログラムです。ゲームみたい。いわゆるシミュレーションゲームですね。電車のステータス、
すなわち機械の状態を調べる。これをステータスチェックといい、機械のプログラムには必ずあります。ゲームのステータスは HP とか MP とかっていろんな数字があるよ。機械の場合はいくつもの状態を一つの変数にまとめることが多いです。電車を安全に走らせるためのプログラミングを考えてみましょう。この電車にはドア、ブレーキ、信号の状態があります。そしてそれらの状態を一つのステータス変数にまとめます。ドアの状態を変数の一桁目に、ブレーキは二桁目に、前方の信号を三桁目に。どうして一つにまとめておくの？いい質問ですね。一つにまとめておくと安全に発車できるか簡単にわかります。三桁がすべてゼロ、つまりステータスがゼロの時です。そうか、3回調べなくても1回でわかるんだ。そういうことです。便利ね。うまくまとめると特別な状態を簡単に調べることができます。まとめ方を考えるのもプログラミングのうちの一つです。電車のプログラムを動かしてみましょう。ステータスがゼロだからうまく動いたわね。運転士が確認してから発車ボタンを押すのなら大丈夫じゃないの？人間はたまに忘れたり、確認したつもりでも間違えたりします。遅刻しそうになってお弁当忘れる誰かさんみたいにね。そりゃあたまにはあるかもだけど、運転士と一緒にコンピューターも電車の状態を確認するんです。二人で確認するのでより安全ですね。皆さんがここで学んだり作ったりするプログラミングは世の中のコンピューターに使われている方法の一つです。たくさんの機械やシステムがあるからいろいろなプログラミングの方法があります。この研究所で学べばそういうことがどんどんわかるようになります。ここで学んだ知識やプログラムを作った経験は皆さんが大人になった時絶対に役に立つはずです。ひょっとすると皆さんがもっと便利で使いやすいプログラミングをしているかもしれませんね。ゲーム会社の有名プログラマーとかなれるといいな。 YouTuber じゃなかったっけ？ YouTuber はプログラミングしないじゃん。俺はプログラムが作りたいんだよ。頑張ってね。ゲーム以外にもプログラム作りが必要な仕事はたくさんあります。いろいろ調べてみるといいですよ。 OK、 そうするよ。次回は学校で習った多角形の書き方を別の方法でやってみます。お楽しみに。バイバーイ。またね。